これを見れば肌も気持ちもハッピーに、毛穴劇場。ついに卒業編。前回までのあらすじ。物語の登場人物紹介。大谷明日香、この物語の主人公。最近毛穴の詰まりに悩んでいる。毛穴つまり、明日香の肌に住み着いている悩みの張本人。美意識高子、明日香の友人。毛穴悩みなんて気にならない美肌の持ち主。前回またまた化粧をしたまま眠りについちゃったアスカちゃん。せっかくスキンケアを頑張っていたのに、毛穴詰まりとはこのまま離れられないのでしょうか。それともついに卒業の時が。タカ子の勧めてくれたデュオを毎日使っているからいい感じなんだよね。あれ、もうこれだけしかないじゃん。今日はちょっとだけ使おうかな。もったいないし。これは NG。 クレンジングは適切な使用量を守るのがマスト。デュオのクレンジングバームはサクランボ大サイズが目安。あれ、美容液もないじゃん。今日はもういいか。眠いし、おやすみ。これも NG。 ああ、何にもしないで寝ちゃったようです。そんなことしていると、ふふ、久しぶりの乾燥した心地よい空間だわ。アスカちゃんたら私のこと好きね。ずっとこのままでいてね。あれ、この前会った時は調子良さそうだったのに、なんだか。え、そうかな。まさか量をケチったり毎日いやと思って手抜きしてるなんてことはないよね。スキンケアはきちんと継続する、適切な量を使うことが大切なんだよ。さらにライン使いするのが美肌への近道なのに、本気で美肌を目指すならこれは守らないと。そっか、やっぱり高子からお見通しなんだね。わかった、心を入れ替えて頑張る。うん、応援してる。そんな私が今日もアスカに教える美意識高子の美肌のためのプチティップス。なぜライン使いがおすすめなの？各アイテムはライン使いすることで最適な効果が出るように設計されているの。もちろん単品使いでも OK だけど、ラインで使うことが美肌への近道だよ。ぜひ自分に合ったクレンジング、洗顔料、美容液、化粧水、乳液、クリームを見つけてね。ちなみに、デュオのラインナップはこんな感じ。詰まり毛穴や乾燥による毛穴目立ちに悩む方におすすめ、朝のスキンケアアイテム。詰まり毛穴や乾燥による毛穴目立ちに悩む方におすすめ、夜のスキンケアアイテム。よし、タカ子に言われた通り、継続、適正量、ライン使いを頑張るぞ。特に今日は時間もたくさんあるし、いつもより入念にお手入れしちゃおっかな。そんな時はこれこれ。最近使い始めたんだけど、スペシャルケアが手軽にできて最高。うん、なんかいい感じじゃない。これからも続けようっと。うわー、こんなに私をいじめてくるなんて。もうアスカちゃんとは。アスカ最近頑張ってるでしょ。調子良さそうだもん。へへ、わかる？あれから続けてるんだ。鏡見るのが楽しみになってきたよ。ありがとね、タカ子。もう私が好きだったアスカちゃんの空間はないのね。悲しい。さよなら、アスカちゃん。こうして、毛穴つまりは旅立ったのでした。でも、前みたいにサボってたら、また戻ってきちゃうからね。